イガースの先発はウィルカーソン投手でした。これは最後も失礼しました。マルテ選手の先制タイムリーですね。1回近本選手がランナーで出てマルテ選手の先制タイムリー。この試合先制したのはタイガースでした。そして2点目、4年ぶりスタメンマスクの長坂選手のセーフティースクイズ、見事に決まった2点目、これが決勝点となりました。Thank you.